こんにちは、まーです。グラサマやっていきたいと思います。はい、ということで皆さんお久しぶりです。特にね、音沙汰もなく、動画を休んでいて本当にすいませんでした。今日からまたね、不定期にはなりますけども、動画再開していきたいと思います。まあ、今後のね、動画の出し方っていうか、まあ、今までのこととか、まあ、ちょっともろもろはね、後日また別の動画で上げようと思ってますので、興味のある方はそちらを見ていただければと思います。はい、ということで今日は深くは触れずに早速弾いていきましょう。いやー、本当に久々だね。つぶりかな、このね、装備はね。お、アリステラスイマーだって。こんなのあったっけ。味方全体の HP50% 回復、すごいね。でもこれちょっとスルーしようかな。グラ様はちなみにちゃんと、やってはいました。ログインもしてましたしね。はい。だから動画外でガチャ引いたりとか、その辺はやってました。クエストもぼちぼちやったりはしてたかな。うん。でもね、やっぱりね、動画を撮らなくなったら、なんかこう、張り合いがないじゃないけど、やっぱりなんか、皆さんのおかげでこう、より楽しくゲームができてたっていうのがあるので、やっぱなんかね、ちょっと、本当にログイン勢っていうか、なんかそんな感じに、まあ前からなりつつあったし、そういうとこはあったんだけど、なんかね、そんな感じがしました。まあその辺もろもろもね、後日動画で話すんですけど、今見たらね、動画ね、最後に出したの1月17日だったね。だからもう1ヶ月、もうすぐ2ヶ月ってとこでしたね。なるほど。はい、ということで、まあ、詳しくは見ないんですけど、今ね、この初音ミクコラボが、まあ衝撃でしたよね。生放送、まあ、録画後で見たんですけど、マジかっていう。初音ミクは予想外だなっていう。まあ、ある意味ね、有名どことのコラボになるのかもしれないけど、いや、ちょっとびっくりしましたね。斜め上すぎたというか、で、これですね。このガチャを引いていきますけども、初音ミクと、桜ミクだね、キャラはね。はい。いやー、私 さ、初音ミク知ってるけど、桜ミクっていうのもいるんだね。あんまり分かってなくて。でさ、これさ、面白いのがさ、新遊戯発動で BGM が変わるっていう、私、これがぜひね、使ってみたいなってちょっと思ってて。あれ、なんかさ、BGM ってさ、これだけだったっけ？曲、なんかそれを目的になんか弾きたい弾きたいなっていう。あ、これか、千本桜テルユアワールドメルトだって。テルユアワールドはイベントと、あ、タイトル画面でも聞けんだ。タイトルスルーしてきちゃった。いつも音なしでやるのでね。そっか。曲の好みで言えばね。いや、どっちかな。メルトも好きだけど、千本桜かな。いや、どっちかな。まあいいや。出るって言ってないからね、そもそもね。弾きますよ、早速。ちなみにね、最近のグラ様はね、ガチャ運あんまり良くなかったね。はい。動画外で。ちゃっかり弾いてましたけどもいやー、これ動画にしたいなっていうのもあったけど、こっそり弾いてました。いやー、これはちょっとダメな気がするな。どうかな。いやー、まああとはワンチャンチケットだよね。まあ、割と出ますからね、コラボチケットね。うわーい、うわーい、うわーい。よく出るわ。え、だからさ、今さ、久々の動画すぎてさ、うわーのリアクションめっちゃ薄かったよね。別にさ、芸人じゃないんだけどさ、なんか抑えちゃった。声抑えちゃった、ちょっと。
はい、ということでちょっともう忘れないうちに交換しちゃう。天井とか行かないからさ。皆さん出ましたかね。もうこれなんちゅうの、もうあれこれじゃないな、あこっちだ。そうそう、出遅れてるからさ少しね。昨日からだっけ。だからもしね皆さん出たよとかいう人いたら教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで今日はこれぐらいで終わりにしますけども、こんな感じでねまたちょこちょこと、動画を出していければいいなぁなんて思っております。はい、ということで、皆さんまたねぜひ、時間ある時にでも動画見てもらえたら嬉しいです。はい、ということでよければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。